レック法人税法ここで差をつけろ2018年税理試験厳選論点の5回目今回は当期純利益っていう形をテーマでお話の方させていただきたいと思うんですけれども、まあここが出たら、まあ、もうこの形でまたそっくりで出るとはちょっと人を考えづらいんですけど、ここができたらやっぱ試験委員国税庁に対しての印象はすごくいいよと。で間違いなく差がつけられるよ。でこの考え方はやはりすごく大切な形の、いや税理士の資質として、すごく大切な考え方が入っているところをお話ししていきたいと思うんですね。でまあ当然今野さんが常識的にやっていて多分普通に間違えるところだけど国税庁が求めているのが違う、これを皆さんにお見せします。論点的にまず当期純利益っていう形のものを今回の論点にさせていただきましたけれども、まず一つの第一の話として、これから税金計算をするのに税引き前税引き後どちらをに税率をかけた方が適正かっていう話なんですけれども、当然税引き前に税率をかけて法人税住民税住居税出して税引き後利益っていうのが当然当期純利益っていうのが出るんでしょうけど、じゃあなぜ当期純利益をスタートで入れるんでしょうかという形をまず理解できてますかと。当たり前の話なんですけど、当期純利益に損金計上法人税損金計上住民税で納税中等金を加算することによって税引き前にの当期純利益に戻ってますよね。ただし事業税の中間分は損金算入してますけれども、要は税引き前に戻ってるよということをまず一点分かっていただきたいのと、どこでこう差が出るかっていうことをやっぱ具体的にやっぱ問題の59回の本試験の方で見ていきたいと思いますね。内国法人である公社は中堅建設会社 A 社を中心とする建設関連企業が出資して平成12年4月に設置された資本金9000万円の法人であり、毎期卸申告書を提出している。当期の業績について上半期は前期中に受注した請負工事の施工収益により2億円の黒字であった。一方下半期は急激な経済上辺の悪化の影響を受け約7500万円の赤字となり、業績の下方修正を余儀なくされ実際の決算数字も予想が的中し損益計算書に計上した当期利益は1億2500万円となったっていう部分がまずこう出だしの中にこう書かれていて、でこの第2問の第1問には空欄があって、第1問では何が書いてあったか、当期純利益はいくらですかという問題が求められたんですね。で、まあ、すみません、各専門学校は、この当期利益1億2500万円を、間違い回答に挙げて実際はいたと思います。で次租税効果の資料なんですけれども、ちょっとすいません、ちっちゃくて見づらいかもしれませんが、機種には未払い法人税等が、1958万円ありました。でちょっとまあ米国法人税1940万払って、均等割を18万円払いました。でこの状況を見て、前期には還付法人税還付住民税還付事業税があったということを考えると前々期はもっと良かったんだと、まあ、税金が戻ってきた、いや中間で払ってきた分が戻ってきたよと。で中間で払ってきたものを未払い法人税等で受けてます。受けますね。借方普通預金貸方未払い法人税等で戻り額を受けてますよと。で未払い納税充当金をこう作り込んで、で2350万円未払い法人税等を追加することによって中間法人税の7400万住民税の1400万事業税1800万円を払いました。で当期分法人税等の5260万円を支払いましたという形です。で、非常に本試験というか実務で求められているのは税金がいくらになるのと。でここをちゃんと
あらかじめこう伝えられている税理士さんっていうものは実務であんまそのお客さんとのトラブルとか税金の納付の時にトラブルになることが本当はすごく少ないんですね。初めから、このぐらい利益出てるからこのぐらい税額だよ、このぐらい利益出てるからこのぐらい税額だよ、でもちゃんとこの分お金が残るから余計により大きな仕事をしていこうねということをちゃんと伝えられていく人と、決算が終わって近くもう納付金の税額が、まあ、例えば5800万納付額になりましたんで払ってくださいと、いきなり例えば皆さんだって言われたとやらですよ、お金を払えと、何の準備もなくてですよ。なのでやはり会社の状況がどういう形なのかで、どう状況プラス利益が出てんなら税額はどうなってるのかということを把握できるということがすごくやはり大事な資質になってるんで、税額がいくらになるかという形のものをちょっと続きで、を分かるということが非常に大切な要素になるんだということを分かってください。でちょっとすみません、中間法人税7400万円ってところをちょっとベースにちょっと見ていきますね。中間法人税7400万円って考えると、から逆算すると、まあ試験当時の税率に戻させてください。7400万円かける2倍した、これ2倍した1億4800万って何かって言ったら年税額ですね。年税の半分を中間で払いますから、で1億4800万のうち、当時すみません、800万の部分 18% だったんで144万円を引いた1億4656万。これを当時の税率 0.3、今ちょっとまあ 23.2 でやると4億8353万3331円になります。この4808万53万32に800万足すと約5億円の数字。ってことは前期は5億円の所得だった。で上半期は2000、まあ、今期ですね2000万だった。で下方修正されて1億2500万円になった、7500万円で、で5000万円と1億2500万円の関係なんだけど4分の1ですよね。当期の1億2500万という4倍の数字だった前期はですね。で前期利益が4分の1なり、中間を前期実績で収めたら間違いなく還付申告になりますよ。前期が5億円、それで法人税を納めて、それでその半分を中間で納めました。で、利益が4分の1に落ちたなら、還付申告になるよということを分かってほしいのと、もう一つですね。設問に記載されている当期利益額が1億2500万は、当期純利益なく税引き前の当期利益だよと。1億2500万円に当期の実効税率 40% をかけて、それから、かければ、まあ、5000万になるっていうのも今回この納税充当金、これもヒントだったかもしれませんけど、また、業績比較を当期純利益でベースでやる実務上の慣行もないですよ。業績比較をするときに税引き後じゃなくて、例えば粗利とか、例えば税引き前の利益、これで比較するってことはありますけど、税引き後で一回一回税金計算してその後で業績比較をするっていうこと自体はないですよね。ってことをやっぱりしっかりイメージしていただいて、じゃあ PL 末尾ってどうなってんの、1億2500万円をスタートして中間の法人税等として2350万円をこれ追加で上げました。それからあと期末の確定分として5000万円を計上して、まあ、すみません、正確に5000万計上して約5150万円、これが、税引き後の、利益だよという形でちょっとやっぱり意識していただければなとは思う部分なんですね。国税庁も言ってるっていう形でちょっと読んでいきますね。税理士の使命を規定する税理士法第1条では、税理士は税務に関する専門家としてで始まっているように、税理士は税務すなわち税の実務に関する専門家として法的に位置づけられている。要はここでしっかり認識していただきたいのは、実務的な問題を出すんだ。で、実務っていうのは紙に書いた記上のものとは違うんだ。その上でやはり具体的にちゃんと論理的にものを見ることができるかどうか、
実務に直面する上において法令が規定している本質を理解する能力、書いてあることをちゃんと具体的に落とし込めるか、で次にちゃんと分解できるか、書いてあることをちゃんと丁寧に分解できるか、またそれをちゃんと組み立てていくことができるかっていう形の中ですね、いうもうちゃんと書いてあることを分かりやすく具体的にできるか、しかもそれをちゃんと一つ一つのパーツに分けて物事をちゃんと捉えることができるか、あとはそれをちゃんと集積してってやっていくことができるか、例えば当期利益って書いてあったものをすぐ純利益に言えるわけではなくて、あ、これ業績比較をしているってことを読み取ったらその数字自体はもう税引き前の可能性が出てきたな、あとこの数字をトータルで見てって、やっぱ今回この法人どんどん少しずつ業績が悪くなって、特に下半期は最悪なぐらい悪くて本当に苦しい状況になったんだなと、で4分の1ぐらいにこう利益が落ちちゃってるよという形の中で、還付申告っていうこともやっぱ本当は想定しなきゃいけない中で、まあすみません、未払い法人税を上げてるって形の問題がこう出てる部分はあったんですけれども、で続いてなんですけれども、今度は当期利益を素直にそれあてがう別表にスタートに入れるって形じゃなくて、ちゃんと中間でいくら上げてんだ、確定分でいくら法人税とか表示されてんだ、その上で純利益を出すんだっていう、やっぱりこのことが読み取れたならば、これ第2問の一番最初のものなんですけれども、まあ普通に考えて、ああこれ税引き前だから中間の法人税と確定分の法人税を一応上げてんのを見てって、税引き後当期利益っていう形のものを見ていこうかという形のものですね、いうことがやっぱり法令が規定している本質を理解する能力、理解、一つずつをちゃんと分析できる、で一つずつをちゃんと組み立てていくことができる、でそれを総合的にちゃんと論理的にものを感じることができるっていうことを判断する問題を作り込んでるわけですね。その一つの例としてこの当期利益というもの、純利益っていうものを今回ここはしっかり見直していただきたいんですね。でここで差をつけろなんですけど、当期純利益1億2000万円、これを回答として挙げてます。でまあすいません、この翌年の60回の時にはもう問題文自体にも誰も答えられなかった当期純利益と、で納税充当金いくらという形で実効税率入れたぐらいの数字を入れてきました。もう本当誰も答えてくれないんだったらこうするよという形の表れだったものも次の翌年の問題には実は出てたんですね、60回には。で問題の数字そのまま転記すればいいのという、やっぱり問題はそのないと思うんですね。その安直さに対する安置税制、ちゃんとしっかり判断してものを見ていく、考える時間を与えてるんだよと。でその会社の実態、所得や納税額を見極めとする姿勢を見せていただければ絶対やっぱここは差はつくと思うんですね。あの会社の状況が分かってる、それを見据えた上でやっぱ読み取んで具体化して会社のイメージをしっかり掴んで、問題の方にぶつかっていくっていうことを姿勢ですね、これを見せければ大きな差につながっていくんだということを、今回のこの当期純利益の方で感じていただきたい論点ですね。今お話しした内容の、本試験を買い出してもレックのホームページに載せてありますので、ぜひご覧いただいて活用していただければ幸いです。ここで差をつけろシリーズの第5回目、当期純利益という形でお話しさせていただきました。レック専任講師小池康夫でした。